本家本元日本史一問一答聞き流し動画。本家本元日本史一問一答聞き流し動画2024改訂版リリース開始。大学受験で必ず知っておきたい重要用語が、定期テストで必ず狙われる重要用語が、聞き流しで一気に学べます。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。1853年、長崎に来航して開国を求めたロシアの使節は誰か。プチャーチン。ペリー来航当時の老中主座は誰か。安倍政宏。外国勢力を日本から追い出そうという論調を何というか。攘夷論。公武合体政策の中心となった老中は誰か。安藤信正。薩摩藩と会津藩が長州藩などの尊王攘夷派を京都から追放した事件を何というか。8月18日の政変。上京してきた長州藩の尊攘派を退けた事件を何というか。禁門の変。外国の連合艦隊が下関の砲台を攻撃した事件を何というか。四国艦隊下関砲撃事件。義兵隊を組織し長州藩の実権を握った人物は誰か。高杉晋作。1867年、東海・近畿地方で起こった民衆乱舞を何というか。ええじゃないか。倒幕の密勅を手に入れ幕府を倒そうとした公家は誰か。岩倉具視。戊辰戦争で会津藩を中心に東北諸藩が作った連合を何というか。奥羽越列藩同盟。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。日本史一問一答トップシェア、東進ブックス日本史一問一答完全版が11年ぶりに大改訂します。3年の月日と書籍10冊分の時間と労力をかけた大改訂。改訂のポイントは、1、新課程日本史探究歴史総合に完全対応。2、流れと因果関係がみるみる頭に入るレイアウト。3、耳からも復習できる朗読音声を新規制作。さらに YouTube 金谷放送と朗読娘に完全対応の一問一答聞き流し動画を公開。一問一答の完全定番日本史一問一答完全版サードエディション by 東進ブックス。収録は朗読部屋スタジオ。